どうもしゅんです。こんにちは。はい、こんにちは。スーツです。スーツくん、お久しぶりです。いや、もう1年ぶりですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、僕らの1日のスケジュールをちょっと発表し合おうっていう動画なんですけども、事前にこのフリップに書いてきたんですけども、一斉にちょっと1回出せますか。わかりました。では、いきます。せーの。最近の1日なんですけども、撮影ない日は12時過ぎぐらいに寝て7時ぐらいに起きて、ほとんど仕事をしてますね。副業という形で働き出したんですよね、自分の会社以外に。サイバーエージェントって会社なんですけど、特殊な形になって、それが10時半から毎日朝会って言って朝礼みたいなのがあるんですよね。それは毎日のルーティンとして10時半からあるんですけど、それ以外は結構変動的ですね。編集のメンバーとか企業対応のメンバーとかがいるんですけど、そことかは昼過ぎぐらいに Zoom で話し合って、それ以外は企業さんとの打ち合わせとか、企画を提案するためのアポイント文とかを僕はほとんどそれに時間を割いてます。撮影ありの日もそれ以外の時間でそれをするっていう形で、ほとんど一緒っちゃ一緒なんですよね。僕らの動画だと1本動画に1時間から2時間ぐらいかかるんですけど、意外とコスパはいいので、まあ結構健康的な生活してるじゃないですか。確かにずっと家にいるわけじゃないですか。だから結構狂ってくるんですよ、リズムもそうだし、昼とかに仕事できないと相手の企業さんとかが営業しなかったら結構困るっていうのがあるので、だからやっぱ普通の社会の常識に合わせようって頑張ってます。うん、そうですね、いいですね。じゃあスーツくんの一日、はい、お願いします。ですね、まあ、僕は撮影のない日の方がもちろん今は多いんですけども、まあ、最近ですね、撮影は一部再開しておりまして、まあ大体ね、朝は7時ぐらいから撮り始めます。早いですね。いや、そうなんですよ。結構鉄道とかだと朝しかないやつとかもあるんで、どうせだったら朝からやり始めて、で夜しかないやつもあるんですよ。そうすると結局朝しかないやつと夜しかないやつを合わせると朝から晩までってことになるんですけど、動き始めたらひたすら撮影ですね。撮るときはもう連続して何本も何本も続けて撮る。一番すごい時で20本分素材撮ったことあるんですよ。それはもう本当にすごいですね。そう、まあ、10何本でしたけど10本台後半ぐらいでね、やっぱりあちこち移動するんで、移動の回数は少ない方が交通費かからないですからね。でそうするとやっぱり朝7時ぐらいから、もう早ければ5時とかに起きて撮影始めて、でやっぱりどうしても毎日やんなきゃいけない、なんかメールの返事とか営業とかあるじゃないですか、まあ編集詰まってたらやるとか、でそういうのもやると、まあ、11時ぐらいにホテルとか着いた後、さらにまた2時ぐらいまで起きて、でお母さんは眠いんですけど、この方式で撮影するとすごい後々楽なんですよ。つまりため撮りするから後でしなくていいっていうことですね。そうなんですよ。たまにこういうのやるぐらいだったら別にって感じですね。ちょうど1年ちょっと前ぐらいに金沢に旅行行ったじゃないですか。あの時もすごい感じたのは、体力半端ないなって思いました。あ、本当ですか。めちゃめちゃヘトヘトだったんですけどもうスタスタ歩いて、朝もちゃんと起きてっていうのを、こういうスケジュール感で毎日動いてたら勝手に体力もつきそうですね。周りの卒業した友達とかと比べても、当時は僕の方が体力なかったけど今あるみたいなのが多くて、これちょっと持ってみますよ。離しますよ。あ、重い。結構重いじゃないですか、これ。でもこれかついてるんですね。いや、これ一眼レフカメラと、それからこれ中にパソコン入ってるんですけど、本当にいつもはもっと倍ぐらい重いパソコンなんですよ。今日これね、朝しょった時にうわ軽いって思ったんですよ、来る時に。だからめちゃめちゃ重いやつをしょってきてるんで、体力トレーニングの生活をやっております。じゃあ逆に撮影ない日はどういった生活をされてたんですか。だいぶ乱れててですね、3時とか3時半ぐらいに寝るじゃないですか、まずね。まあ遅い、ちょっと遅いですよね。遅いです。で、起きるのは9時とか10時とかそんぐらいですね。だいたい7時間ぐらい寝てます。それ以上寝るとやっぱもったいないじゃないですか、1日が。寝る時間は長くしないようにしようってことだけは気をつけてます。まあ9時から11時ぐらいはですね、ずっとひっくり返ってTwitterとか見てるんですよ。まあ遊んでるつもりはないんですけど、意外と情報収集に役立つんですよね。Twitterを見るんですね。オタクとかマニアの世界を除くには、新しい情報がTwitterが一番入ってくる。でそういうのを見て、どこどこにあるってなったら、それをなんかこんなんあるんだってメモするとかですね。まあ2時間はずっとは見ませんけどね、それ終わったらばパソコンを開くとですね、メールとか来るわけじゃないですか、従業員の人にこれやっといてくださいって言ったりとかで、あとは打ち合わせ、ズームでやりましょうってありますよね。打ち合わせするってなったらば、その時間までにはちゃんと、まあもちろん準備して、よろしくお願いしますってやるんですけど、どうっすよね、ズームかメールか。打ち合わせって朝の早い時間になんかやりますよね。なんでか知らないけど、打ち合わせを午前中の終わりぐらいにしとくと、これまでにはちゃんと活動できるようにしようみたいな。そうなんですよね。あえて入れてます。移動時間ないし。そうそうそう。それでやっとけば、ちゃんと起きて、ちゃんとキビキビその後も動くからっていうのはあります。ちなみにその計画って何ですか？はい、これはですね、旅行の計画のことでして、7時もしくは朝の5時から11時までの間に、ここで一体何本の動画を撮れるのかというのをですね、時刻表みたいなのを取り出して、例えば7時の新幹線に乗って、9時半に名古屋に着いたら、名古屋で今度はじゃあ9時47分に出る特急があるから、じゃあそれに乗って、で着いた駅でまた5分後に折り返せばこうだけど、でもそうすると5分後の列車に乗って折り返すとそこから先で2時間待たなきゃいけないから、うん、じゃあそっちへ名古屋に着いた後に特急に乗るのはやめて、うん、じゃあ名古屋だったら街でいろいろ取るものがあるからまずは2時間名古屋市に滞在しようとか、そういう結構複雑な工程がやっぱあるんですよね。それは計画絶対必要ですね。そうなんですよ。だからもうそうじゃないとやっぱこの撮影を本当に7時とか5時からカメラ回し始めて、はい、ずっと撮影の行為をひたすら続けるってことができないんで、うん、これに結構ね時間を割きます。ちなみに僕完全に忘れてました。もう一個撮影ない日とかに、はい、今まだ単位取り切れてないので大学が入ってきてますね。まあそれはもちろん僕もそうなんですけどね。はい。単位まだあります？僕は卒論が。でね問題なのが、はい、ここに卒論を入れ込む余地がないということなんです。いやそうなんですよ。40何単位あるんですよね。本当に苦しくて、でリモート授業になったじゃないですか。だから今東京に住んでるんですけど金沢は通わなくていいってなって、やったー絶対卒業できるって喜んでたんですけど、意外とできないんですよね。レポートを出さなきゃいけないんですよね。そうなんですよ。しかもその時間に Zoom で出席しなきゃいけないとかが結構あって、僕週13コマ取ってるんですよね。この時間でしか打ち合わせできないとかが結構あって、欠席欠席欠席でレポートも間に合わないみたいなのが、追われながらやれなかったことがほとんどですね。いやそうなんですよね。大学卒業するメリットとしては、将来アメリカとか中国とか事業をやりたいって思った時に就労ビザが取りやすいっていう話が聞いたんですよね。なるほど。もう一つはやっぱ大学生 YouTuber っていうポジションは結構強いんですよね。いろんな企業の人と事業をやる上でも大学生っていう肩書きは年間50万ぐらい払ってもペイできるような肩書きだなっていうふうに思っているので、中退はしたくないなっていうのは思ってますね。間違いない。僕も卒業した後もね、またどっか別の大学するのがいいんじゃないかなとか思ってますからね、はい、なんだかんだ YouTuber に好意的な人たちの中でもまだ職業として認められてない感もちょっとあるし、ありますね。ちなみに全然関係ないですけど、授業料って経費にしてます？してないです。してないですか？はい、僕はね確かねしてたと思いますね。できるらしいですね。そうそう。もう完全にだってね会社の利益に貢献してるじゃないですか、うん、だからいいんじゃないかなと思って、ね、そうなんだ。できる、うん、だからされたらいいと思います。いいこと聞きました。経費にできたらあと3年ぐらいいたいな。コロナになったからって言ってあんま変わったやってることはあんま変わらないっていうことですよね。コロナになって業績が悪くなるってことはなかったんですよ、うん、それはなかった。いやそれすごいですね。いや意外とね良かったんです。結局みんなが旅行に関心があるということは変わってないですからね。だからそっちは問題なかった。みんな行かないっていうだけで、はい、でもコロナになってからこの撮影なしっていうこれが僕の中に生まれたって感じですね。確かに。でもなんか大学生とは思えないスケジュールですよね。お互いそうですけどね。そんな確かに僕らの同世代は新卒1年目とか大学4年生が多いと思うんですけど、実際なんかこれを狙ってやってたわけではなくて、知らないうちにちょっとずつ仕事の割合が増えてきたっていうイメージですよね。そうですね、はい、ちなみにしゅんさんのやつにご飯があるじゃないですか、はい、僕のやつにはご飯がないじゃないですか、はい、これはですね僕はご飯は仕事中に片手間でなんか普通に食べてるみたいなことがあって、はい、いつご飯を食べてるのかもよくわかんないんですよ。そうなんですね。痩せましたよね結構。いやなんかそれね会うたんびに言われるところもあるんですけど、実際最近痩せてしまってね、ちょっと不健康だなと思ってご飯は最近は気を使ってよく噛んで食べるってことをします。噛んで食べるすごい本質的。いやそう本当にねこれ大事で、パソコンでなんかこうやりながらページを移り変わる瞬間に例えば PDF ダウンロードしますみたいな時に一口食べるみたいなことするじゃないですか。そうするともうなんかいつ噛んでんだかとかわかんないから吸収に悪いんだろうなと思ってですね。僕は家の前にカレー屋さんがあるんですよ。めちゃめちゃ高カロリーなので4キロ太ったんですよ。だから太るよりはいいなとは思いますね。そうですか。ということで、こんな感じで1日のスケジュールをお話ししました。ありがとうございました。ありがとうございました。